どうも皆さんこんにちは。買ったウクレレ教室ガズレレのガズでございます。お知らせでございます。皆さん、この度ガズの本が、12月22日に2冊同時で出版されます。はい、とはいえですね、ちょっと今回の企画というかこの本面白くってですね、どういう本かというと、まずねちょっといろいろあるんですよ。1個目としてはですね、新しい本ではない。どういうことと思うかもしれないんですけど、こういうシステムになってます。この大ヒットシリーズ、ガズレレのね、出してるこの簡単ウクレレソングブックシリーズですね。黄色が1ってことになってて、赤が2になってるんですね。この2冊をですね、なんと1冊にまとめてしまって、なおかつ、サイズがですね、A4 の半分のサイズ。A5 サイズということで、ちょっと今ね、やってました。A4 のサイズってこれ、楽譜ですけどね。これ普段書いてる A4 の紙を半分で、このサイズです。っていうことは、この大きさになるわけです。で、厚さはね、かなりありますよ。はい。で、これがね、だから200曲入っている、このサイズの本が、この表紙で、出版されることが決定しております。ちょっと、それだけではないです。まだ、それだけではないんです。聞いてください。今のはね、この、1と2が抱き合わせになってたんですけど、これ同時発売で、じゃん、3と4の抱き合わせで、も、本が発売されれば同時発売なんですね。なので、このハンディ版で、この、3と4が同時収録されてるやつは、こっちの、ピンクの、このノートのジャケット、かわいいでしょ。はい。で、こっちの、1と2が収録されている、ハンディ版の方は、このブルーのノートのデザインとなっているんですよ。見てください。この2つの、この、表紙。これめちゃくちゃいいですよね。なんかガズさんが普段使ってるあるキャンパスノートみたいな感じですごくいい感じです。で、しかも、聞いてください。ここにレッツシングってそれぞれ書いてあると思うんですけど、この字はですね、私が、手書きで書きました。はい。その、愛情とともに皆さん味わっていただきたいんですけど、つまりですね、皆さんもしかしてこの本持っている方は、内容一緒でございます。じゃあなんで、それをリリースしたかというと、これからね、ガズレレにね、出会う方で、出会ったばっかりの方々ですと、選べるようになるんですね。もちろんこのサイズの方が大きくて見やすいです。さっき言ったこの英語サイズっていうのはまあちっちゃいので、当然だからちょっと字もちっちゃくなっているから、まあ、どっちがいいかなってことなんですけどね、こっちのハンディサイズ版の方が、今度出るこのハンディ版サイズの方が、お値段がちょっとお得なんですね。なんで2冊それぞれ買うよりも880円お得ということもあります。あと、それとですね、開きやすいというのがあります。こっちの本だと皆さんご活用いただいているところで見やすいんですけど、200曲もあって、これが抱き合わせになってると結構ね、厚みがあって、しかも A5 版だとちっちゃいんですけど、こう開けるのかなと思うんですけど、これはですね、専門用語で PUR 製本という、めちゃくちゃ開きやすいというのがあるんで、これハンディサイズで持ち運びできて、200曲収録で持ち運びがいいよという新たなですね、なんか価値がこう生まれているということですんで、それ、面白そうだ、持ち運びいいな、2冊も3冊も持っていくの大変だから、ハンディ版がいいなという方は、ぜひね、こっちのね、ハンディ版の本をね、ゲットしていただければなというふうに思います。さっきも言いましたけど、はい。この、3と4が収録されているのがピンク色のハンディ版ボリューム2。1と2が収録されている、ものが、このブルーの表紙のハンディ版の、ボリューム1。ちょっと、ややこしいですけど、伝わりますよね。はい。で、これね、ちょっと概要欄にですね、リットミュージックさんの詳しい、その販売ページのホームページ貼っとくんで、そこで ご確認いただいて、まあ、Amazon とか、楽天ブックスさんなどでもう予約が、スタートしておりますので、ぜひ皆さん、ご活用いただければというふうに思います。なんで私持ってるわという方は、同じですからね。なんだけど、ハンディ版でちっちゃい。これが新たにこう、連れ回すにはちょうどいいかなということになっております。はい、そういうわけで、このハンディ版はですね、それぞれの本に200曲ずつ入ってますからね。もう内容はもうボリュームたっぷりで。で、こっちの方に書いてある、すごく大事なコラムとか、いいこと言ってる、記事もですね、ちゃんと入ってますから、ご安心くださいということで。そしてね、今ね、このご案内させてもらってるこの動画の内容をですね、まだご存知ない方いっぱいいるかもしれないんで、ぜひお友達とか、これからウクレレ始めたい方とか、今ガズレレ始めたばっかりだという方にお知らせいただけるとですね、すごく嬉しいなというふうに思います。これから買う方はね、どっちか選べるっていうことですね。はい。なんで、これからもまたこのシリーズ、好評を博したら次々にこう生まれていくと思うんですけど、通常のこの大きさも、このハンディサイズが、ラインナップに加わったということでございます。12月22日にですね、発売日なんで、まあ、クリスマスのね、クリスマスプレゼントに、もういかがでしょうかね。はい。Amazon などで予約していただくと、その、ちょっと前ぐらいに届くと思いますが、22日には届くと思います。クリスマスのね。はい。ご活用いただければというふうに思います。はい。速報的なお知らせだったんですけど、
ど、この本もね、表紙も可愛いしね、すごく一緒に持ち運べる、今度ガズレレで旅レレも出てますからね、旅と一緒に持っていくなんかもハンディ版で、ね、コンパクトになってるんで、すごいいいんじゃないかなというふうに思います。皆さんどうぞこの形もよろしくお願いします。それでは楽しく音楽していきましょうね。バイバイ。